気のいい音がしてるな。今日はバスケ部が休日練習って話だけど。ワープロ使える？俺がワープロ使えると思うか？思わない。いい子だ。正直なやつは好きだぜ。バスケ部ってこの連休中ずっと練習してるの？いや、明日は休みの予定。俺は寮生だから残るけどな。うちの部で寮生は俺一人なんだ。他はみんな自宅通学。良子お姉ちゃんは何してるの？何ってバスケ部の休日練習だね。部長の俺が休んじゃしょうがねえじゃん。今日練習してるのはバスケ部だけ？ああ、この連休中はうちの貸し切り。インターハイも近いしな。リサお姉ちゃんって知ってる？リサ？知らねえな。ユミお姉ちゃんって知ってる？いや、知り合いにはユミって名前の女はいねえが。マユミお姉ちゃんって知ってる？俺がいくらバカでも生徒会長の名前くらいは知ってら。まあ学園のマドンナの名にふさわしい女だよ、まゆみは。ナオミお姉ちゃんって知ってる？ああ、知ってるぜ。あの探偵かぶれだろ。この学園じゃ有名さ。人のこと嗅ぎ回るのは感心しねえけどな。明けっぴろげなやつで俺は好きだぜ。サキお姉ちゃんって知ってる？聞いた名前だな。ああ、確か2年生で一番頭のいいやつじゃねえの？俺みたいな体育会系の女には一生縁のない世界の子だろうな。玲子お姉ちゃんと涼子お姉ちゃんって姉妹なんだって？ああ、わかってるよ。姉貴がこんなガサツなのに妹はあんなに美人で頭がよくってだろ？そういう話は父さんに聞かされるだけで十分なんだよ。まったく、あっ、クソ親父。どうもお邪魔しました。お、じゃあな。
の貸し出しはパソコンで管理してんのか。この本は恋を成就させる本。勉強熱心な子がいるらしいな。こんにちは、コナン君。ご本読むの？ここの本は高校生向けだからちょっと難しいんじゃないかな。どういたしまして。この本は大長編スペースオペラ宇宙英雄ペリー・ジョーダン。全巻置いてるとは恐れ入ったな。まゆみお姉ちゃんは文芸部室で別の仕事してるわ。文芸部室は3階か。あら、コナン君、何かご用かしら。別に。ごめんなさい、ちょっと仕事中だから後でね。葛城涼子、あのバスケ部の部長か。後でもいいや。ね、ちょっとお話聞いてもいい？知ってる？涼子？あ、バスケ部の部長さんでしょ？確か。なんか豪快な人で、女にしとくのはもったいないとかいう噂ね。写真は見せてもらったことあるけど、よく覚えてないわ。涼子
子姉ちゃんって知ってる？涼子さん？いいえ。さきさんとあの人、たまにお話ししてるけど、いつも口論してるみたいな。お話ししたことはあまりないけど、とても頭のいい人だって。どうもお邪魔しました。あ、いえ。しないと。おい、お、なんだあの時の坊主か。陽子姉ちゃん、お父さんと仲悪いの？込むガキだね。まあその通りさ。父さんは美人の玲子のことしか頭にねえんだ。昔からガサツな俺は邪魔者扱いで。ああ分かってるよ。姉貴がこんなガサツなのに妹はあんなに美人で頭が良くってだろ。そういう話は父さんに聞かされるだけで十分なんだよ。まったく、あのクソ親父。どうもお邪魔しました。お、じゃあな。出てったわよ。ピアノの音だね。音楽室がこの上なのよ。あの音はデーコね。あー、陰気な音だこと。なんなんだ。音楽室に誰かいるみたいだったな。この後ろ姿はリサお姉ちゃん？誰よあんた。あ、あれ？
子供がこんなとこで何してるの？遊び場と違うのよ。僕江戸川コナン。お姉ちゃんはその私が誰だろうと関係ないでしょ。まったく、だから子供って嫌なのよ。すぐ大人に媚び売るから。きつ。ま、名前くらいはいいけどね。葛城玲子よ。他に用がないならとっとと消えてちょうだい。私の時間を邪魔しないで。すごい、高飛車を絵に描いたような女だぜ。あら、コナン君、何かご用かしら。別に。ごめんなさい、ちょっとし。聞いてもいい？ユミは私の一番の女子校でマドンナっていうのを。まあ彼女なんか豪快。どこもかしこも掃除が行き届いてる。さすがお嬢様学園。